榎本は笹塚と顔を合わせたくないらしい。白石はついさっき来たばかりだ。くったらねえ。そんなんだからダメなんだよ、峰夫のアホは。分かっていて挑発するお前もお前だろ。それくらいしなきゃ動かねえだろ、あいつ。あ、いいのいいの、気にしなくて。それより君、笹塚君と仲直りしたんだ。こいつ俺と組むことになったから、一応テスト合格ってやつ。そうか。何デレデレした顔してんだバカ。うるせえ、本題はここからなんだよ。きっちり気を引き締めろ。とりあえずこいつの頭の整理も兼ねて現状をまとめとこうと思う。いいんじゃないか。俺も少し整理しておきたい。うん、どうぞ。俺は温かく見守ってるよ。一連の事件が交換殺人ってとこまではこいつもたどり着いてる。問題はそこからだ。おい、さっき俺が75点って言ったの覚えてるか。俺含め柳さんや白石さんはもう一歩先までたどり着いてる。ちょうどいいから今ここで残りの25点を埋めてみせろ。せいぜい頑張れよ。1時間でパートナー解消なんて話題ねえし。あまり煽るな、笹塚。それよりどこから話すんだ。まずは処方の処方からだね。笹塚くん、動機の話ってもうした？いや、そっか、そこからかよ。なら最初は俺がまとめよう。星野、X デー事件の詳細はちゃんと頭に入ってるか？説明が必要なら言ってくれ。そうか、ならそこは省くぞ。じゃあ、本題はここからだね。交換殺人って結論に行き着いたのは、最近起きた事件と過去の事件に共通するキーワードがあったからだろう。でも俺たちは X レイ事件すべてに別の共通点を見出してる。犯人の動機だ。犯行声明を出してるアドニスは汚れた日本を再生するって名目を掲げてるわけだけど、個々の事件に関してはなぜその人間を殺したかった必ず理由があるはずなんだよね。
理由は。合格。ま、そうでなきゃ困るけど。アドニスは自分たちの犯行を裁きと称している。実際 X デー事件の動機になった問題は警察じゃ対処できなかったものばかりだ。警察は何もしてくれない、だから自分たちの手で復讐してやろうって考えそのものはシンプルだよね。だが肯定するわけにはいかない。それに俺たちが考えるべきことは別にある。今月に入ってから奴らの動きがおかしい。11月までの事件は容疑者こそ多数いたが、どいつもこいつも完璧なアリバイがあって捜査は完全に行き詰まってた。お前がそこにたどり着けた理由は今月の事件と関連性があったからだろう。交換殺人という可能性だけならこれまでの捜査でも何度か浮かび上がっていた。断定できるほどの材料がなかったんだ。それが今月に入ってからの事件のおかげで皮肉にも捜査が進んだ。つまり簡単すぎるんだよ今月の事件は。むしろずさんと言ってもいいレベル。確かにね、どう考えても不自然。前はあんなに用意周到な犯行だったのに。可能性としてはなくもないが、それで奴らにどんなメリットがある？メリットならここにあったかも。首輪をつけた相手は星野を含めた俺たちに X デー事件を追わせようとしている。そうすることで何かを期待しているんだ。星野のことも我々の良き理解者とまで言っていたくらいだからな。それこそ意味不明だけどね。ほんと何考えてる。まあアドニスの思惑について考えても今の段階じゃ答えは出ねえしな。ただもし仮に俺たちにヒントを与えてるつもりなんだとしても、アドニスにとって7日の事件の容疑者はあくまで使い捨ての手駒レベルなんだろう。ん？だってそれ以外考えられないでしょ。
おい。ここまでまともについてこれたからな。褒美だっつってんだろ。いいからありがたく受け取れ。微笑ましいなと思って。うまくやれそうで何よりだ。しかし今の段階じゃ俺たちも手詰まりだな。だがその後はアドニス側がこれからも同じようにトカゲの尻尾切りを続けるかどうかわかんねえだろ。今もこの会話聞いてんだろうし、完全に奴らの手の内で転がされてるようなもんだ。おそらく捜査本部ではこれまでの事件の容疑者をしらみつぶしに当たっているだろう。俺や笹塚も退職するまでに上がっていた容疑者のことならある程度覚えているが、俺が辞めた9月までの容疑者データならある。ただ多すぎて絞り込めねえだけ。とりあえず重要参考人の聴取はしたけど、完全黙秘で何もつかめてないよ。ただありがたいことに自爆してくれたから今は別件逮捕で勾留できてるんだけどね。そう、器物損壊と暴行の現行犯でね。念のため所持品を確認させてもらいます。どうか捜査にご協力を。触んな。他のもんなら何でも持ってけよ。でも携帯だけはダメだ。もうすぐイベントが始まるんだから。イベント？何のことだ。てめえらのせいでランク落ちたらどうしてくれんだよ。こっちは命かけてんだからな。おい、その携帯を押さえろ。何か事件に関係するものがあるかもしれん。はい。相田さん、携帯を渡してください。ダメだっつってんだろ。ランク S まで上げんのにいくら課金したと思ってんだよ。ただ確認させていただくだけです。嘘つけ。そう言って返さねえつもりだろ。分かってんだよ。そうださん、やめろ。そうだ、そうださん、落ち着きなさい。これ以上暴れると。うわっ、うるせえ、うるせえんだよ。あそこじゃ俺が神なんだよ。神がいねえイベントなんか盛り上がんねえだろうが。うわっ、いかん、取り押さえろ。そうだ、暴行及び器物損壊、公務執行妨害の現行犯として逮捕する。
けんな、ふざけんな、携帯返せよ、返せ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 。彼、携帯を取り上げられちゃった後はすっかり意気消沈しちゃってさ、今は携帯返してくれしか言わないよ、壊れたロボットみたいにね。そうか、あとは家宅捜査で何か出れば御の字ってところだが。一番楽なのは彼らが次の事件を起こすのを待つことなんだけどな。落ち着けバカ。例え話だろ。それに実際問題他に打つ手がねえのも事実だ。俺たちが総当たりで過去の容疑者を当たってみるにしても限度がある。せめて内部の捜査状況がもっと詳しく分かればまだ洗ってない容疑者だけに絞れるんだけどな。それでもほぼ無駄足になるだろう。アリバイが崩せない以上な。とりあえず今日はここまでだな。ああ、俺は引き続き自分なりに事件を整理する。何か進展があれば情報は共有しよう。俺も続けて9月を追うよ。というかそれしか興味ないしね。今捕まってる重要参考人とやらが犯人と確定すれば自動的に8月の犯人の手がかりも見えそうだけどな。それは俺らじゃ手が出せねえ領域だ。少し切り口を変えねえとな。待て。腹減った。飯、付き合い。さっさとしろよ、バカ猫。お前、何食いたい？自分の意思ってもんがねえのか。人がせっかく聞いてやってんの。お前が決める。
いいから決めろ。5秒以内。5、4。色気のかけらもねえけどな。女が選ぶ店には思えねえけどな。あっそう。別にいいけど、食えれば何でも。いらっしゃいませ。お先にドリンクのご注文を受けたまわります。カシスオレンジ。あ、カシスオレンジと生受けたまわりました。少々お待ちくださいませ。なんだ。別にお前非番だろ。どうせ今できることなんて何もねえし、飲むくらい平気。お前のおすすめは？じゃあそれ全部。焼き鳥は盛り合わせで。あ、レバーはいらねえからお前食え。食えなくはねえけど、好んで食う気しないだけ。あとは生春巻きと塩焼きそば、豚の角煮、フライドポテト、カキフライ。普通だろ。足りなかったら後で追加する。あいつと行く店はとにかく肉。ステーキだろうが、しゃぶしゃぶだろうが、焼肉だろうが、肉以外の選択肢はね。見てて胃もたれするくらい食うぞ、あいつ。変にこびたりしねえから、一緒にいるのは楽だけど。くだらねえ上下関係のせいで捜査進まなくてイラついてたから、日本に帰ってきて一番めんどくせえのがそれだった。割と能力次第でどうとでもなるとこあるし、俺にとっては水が合ってたかもな。でも向こうは向こうでめんどくせえとこもある。特に学校、スクールカーストとかマジくだらねえ。途中でドロップアウトしてやったけど。ああ、14の時な。アジア系って向こうじゃ変に侮られんだよ。相手すんのに嫌気さしたから。
言っとくけど、いわゆる落ちこぼれじゃねえぞ。その後は起業したり株転がしたりしてたからな。ネットで輸入関係やった。3年くらいやって飽きたから辞めたけど、親父が IT 関係の仕事してたから、ガキの頃からそっち系には強かったんだよ。ハッキング覚えたのもその頃だったし。別に自分に向いてる生き方してるだけ。日本じゃ学歴ねえとマイナスになるだろう。別に褒めても何も出ねえぞ。とりあえずレバーでも食っとけ。なんとなく。取り調べのつもりかよ。どうでもいいだろう、そんなこと。はあ、いらねえし、確実に無理。最低限 C 言語くらいマスターしてから出直してこい。プリスクールから出直せって言った方が良かったか。幼稚園、別にいい。年下の、しかも女に払わせるとかねえし。どころって送ってやるほど親切じゃねえぞ。一人で帰る。